村西理恵は、関西テレビコンテンツデザイン局アナウンス部所属のアナウンサー。大阪府水田市出身。大阪府立春日急高等学校を経て、関西学院大学経済学部に入学。高校時代は、生徒会長を務めていた。学生時代、ゼミは、当時、経済学部教授であった、根岸氏のゼミに所属し、その他にフロンティアコーポレーションに所属し、 モデルとしても活動していた。2003年3月、同大卒業後の同年4月、アナウンサーとして関西テレビに入社。初泣き以後の2003年9月から、スーパーニュースホット関西のスポーツキャスターを担当。入社3年目となる2005年4月、ベリーベリーサタデー。にて、自身初の FNS 全国ネット番組を担当。同年10月、産休に入った。 フリーアナウンサーの林部香織に代わってメインニュースキャスターを務め2006年4月後継番組である FNN スーパーニュースアンカーでもサブのニュースキャスターとして起用されたため同年3月25日をもってベリサタを降板した2017年3月24日のワンダー最終回にてサブキャスタースポーツキャスター含めて13年半担当していた ニュースキャスターを優待することを自身のインスタグラムとブログにて発表した。同年4月以後、番組出演頻度が減少傾向のため、同年6月に人事部の進めもあり、帯番組の出演が終了した時点で母校である、漢学の大学院経営戦略科企業、経営戦略コースのハッピーキャリアプログラムに進学。終了後、2019年から、 オッテモン学院大学にて講師を務めおり、2020年から岡山理科大学の非常勤講師として就任し、アサーティブコミュニケーションの指導を行っている。その後、2020年9月の海藻込みの人事にて、コンテンツデザイン局アナウンス部主人に昇進。テレビラジオテレビ、ありがとうございます。